はい、ということで皆さんご無沙汰しておりますパクセレンでございます。本日やってきておりますのは東京メトロ丸ノ内線の新宿駅。ちょうどこんな感じで荻窪行きの電車が発車していくところなんですが、今回はですね、皆さんにこの東京メトロ丸ノ内線の地上区間をご紹介していきたいと思います。地下鉄というとね、基本的にはずっと地下トンネルの中を走っていく、そういう路線であるというイメージが強い方も多いと思いますが、実は一概にそうとも言えなくてですね、特にこの東京メトロ丸ノ内線は荻窪から途中この新宿、霞が関、銀座、東京、大手町、お茶の水などを経由して、そして池袋まで向かう路線なんですが、途中の駅で何度も地上に顔を出す、そんな不思議な路線となっているんです。では一体なぜそのようなことになったのか、これには東京の地形が深く関係しているんですが、今回は実際に終点の池袋までこのまま乗車して、途中の地上区間などいろいろ観察していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。さあ、新宿駅を出発しまして、まずは東へ進みます。東へ進むとすぐに次の停車駅、新宿3丁目が見えます。もう新宿と新宿3丁目の間って本当にすぐなんですよ。こんな感じ。歩いても10分かかるかかからないか、それぐらいの距離なんじゃないかなと思います。地下鉄であれば1分で済みます。はい、もうここは新宿3丁目駅。地下鉄、副都心線、あとはそれから、地下鉄新宿線との乗り換え駅ということで、こちらに関しても大変に需要は大きいです。新宿から乗ってこの3丁目で降りる人っていうのも結構丸の内線は多いんですが、大体そういう場合は副都心線に乗って池袋方面もしくは渋谷方面に抜けるお客さんが大半です。新宿を出発した丸ノ内線の最初の主要駅は、まあ、やはり四ツ谷と考えるのが妥当なんじゃないかなと思います。新宿四ツ谷間は JR 中央線も並行して走っていますが、中央線が新宿駅を南向きに出発して新宿御苑の南側を回り込み、そして四ツ谷駅に南側から進入するのに対し、この丸ノ内線は新宿駅を真東に向かって出発し、新宿御苑の北側を通って、そして四ツ谷駅に北側から回り込む形で走っていきます。そして四ツ谷東京間はですね、今度は中央線と丸ノ内線の位置関係が逆転しまして、四ツ谷新宿間では北側を走っていた丸ノ内線が、まあ、霞が関とか銀座など中央線の南側、皇居の南側を回り込むような形で南から東京へ、逆に中央線は皇居の北側を回ってお茶の水神田を通って北側から東京駅に進入します。こんな感じで新宿から東京に関しては四ツ谷駅を中心にして八の字型に丸ノ内線とそれから中央線で線路が組まれていて結構面白いです。さあ、そしてそんなことを話している間に出てきました。おー、外の明かりですよ。こちらが新宿を出発した池袋駅の丸ノ内線の電車が最初に見る外の明かり、今到着しましたのが四ツ谷駅です。この四ツ谷駅、中央線のイメージが非常に強い方も多いと思いますが、一応こんな感じでこの丸ノ内線も乗り入れることになっているんですが、実はこの四ツ谷駅、通常であれば地下の中に潜っているはずの地下鉄が JR の真上をまたいでいる、そんな不思議な構造になっている駅なんです。まあ、それについてはこの後詳しくご紹介していきます。さあ、着きました。ここが四ツ谷駅です。こんな感じの2面2線の相対式ホームになっていて、地下鉄とは思えないホームの明るさ。なんか東京メトロの駅ってね、最近では変わってきましたけど、なんかすごいどんよりしていて薄暗い雰囲気があるんですが、この四ツ谷に関しては非常に開放的になっています。この壁のところはガラス張りになっていて、この外の崖がよく見えます。東京は割と平坦な地形だと思われがちなんですが、実は全然そんなことはなくて、こんな感じで高低差のある地形が非常に多いです。そしてまたですね、この画面の下のところ、ちょうど電車が来ましたね。もともと山手線でうぐいす色の帯を巻いて活躍していた E231系500番台、現在では中央総武各駅停車に専属した10両編成、黄色い帯を巻いて活躍しています。そう、なんとこの四ツ谷駅は JR 中央線のホームの真上のところに覆いかぶさるようにして、この丸ノ内線のホームが設置をされているわけなんですね。この四ツ谷という漢字の通りですね、この四ツ谷のあたりは谷地形になっていて、その谷をまたぐようにこの丸ノ内線の駅が設けられております。この谷を橋でまたぐところにちょうど駅を作ったと、そういう格好になるわけなんですね。さあ、また今度は新宿を荻窪方面に向かう電車がやってきました。お、こちらは新型ですね。2000系ですけれども、かっこいいね。まあ、こんな感じで電車がやってきます。ちなみにこの画面の奥の方にですね、有名な国宝の迎賓館があります。東京を代表する観光スポットですが、その迎賓館の真下を中央線はトンネルで貫いていきます。四ツ谷駅を新宿方面に向かって出発するとすぐに少し長めのトンネルに入りますが、その真上に迎賓館があります。迎賓館は現在でもそうなんですが、皇室の御用地ということになっておりますので、その皇室、天皇陛下のね、その、関係の人が住んでいるところの真下にトンネルを掘るとは何事だということで、当時は非常に反対意見なども多かったんですが、しかし宮内庁など様々な関係機関との調整により、宮内庁の敷地の真下のところに鉄道が通っているという、なかなか面白い状態になっています。この丸ノ内線に関しては迎賓館をギリギリのところで回避するように走っていきますので、そういった問題は発生しませんでした。
下鉄ももちろんそうなんですが、鉄道というのは一般的に坂道を嫌う乗り物です。ですからこんな感じでね、あの台地と台地の間ちょうど標高が低くなっている部分に関してはわざわざそこをね、あの地下深くまでトンネルを掘っていくのではなく、思い切って線路を地上に通してしまってそこは橋で渡すみたいな、そういうのはね割とありがちなんですよね。この四ツ谷だけではなく様々他にもいろいろなところで見られます。またさっきからご覧いただいております通り、この丸の内線にはこの線路の上に架線が通っておりません。通常の電車はこの上のところに架線が通っていて、そこから電気をパントグラフという終電装置を使って回収するんですが、しかしこの丸の内線に関しては線路のすぐ脇にある電気を流す専用のレール、サードレールというものを使ってそこから電気を取り電車を運転しています。これは地下鉄銀座線や大阪の御堂筋線などでも見られる第三基準方式と呼ばれるもので、首都圏では基本的にはこの銀座線と丸の内線2つの路線でしか見ることができません。向こうの方でサッカーの練習かなんかやってるんでしょうかね。高校生か中学生か分かりませんが、若い人たちがスポーツを楽しんでいらっしゃいますけれども、そのすぐ脇を地下鉄で抜けていきます。結構東京都心ってこういう風に土地を有効活用した運動場みたいなのが多いんですよね。列車をさらにその先、霞が関や銀座などを通って東京に到着します。さすがにこの東京まで来ると車内もだいぶ混んできます。だいぶ夕方の時間帯ですからね、様々なところからお出かけしてこれから帰るというお客さんが多いのでしょう。東京出発してもなおずっと地下トンネルの中を走ってきましたが、ここでようやく久々に地上に出てきます。四ツ谷以来の地上。四ツ谷から間もなく列車をお茶の水に到着しますが、そのお茶の水駅の手前でこのように10秒程度地上に顔を出す区間があります。四ツ谷からお茶の水まで中央線の快速電車だったらまあ5分ぐらいで行っちゃうと思いますが、この区間を丸の線は多分2倍以上かかるかな、多分3倍近い時間をかけて移動してるんじゃないかなと思います。相当遠回りです。まあ丸の線ってもともとそういう路線ですからね、しょうがないことではあるんですが、ともかく次の停車駅こちらお茶の水に到着。続いてご紹介しますのはこのお茶の水駅の地上区間です。お茶の水の地上区間は結構鉄道マニアや一般人の間でも有名なスポットですから、皆さんもご存知の方が多いんじゃないかと思いますが、でこのお茶の水駅の地上区間に関しても結構面白いポイントは多いです。駅の外に出てきました。今ちょうどやってきましたのが東京駅の中央線快速電車。この画面の正面に映っておりますのが中央線のお茶の水駅です。この画面の奥の方で東京方面の快速電車とそれから秋葉原、千葉方面の各駅停車電車が分かれていきますが、そのお茶の水駅のすぐ脇のところを流れているこちらの川が神田川。先ほどの四ツ谷駅もそうでしたが、こんな感じで台地と台地の間局地的に現れる低地をまたぐためにこういう風に丸の線がここだけ地上に出てきます。お、ちょうどここでいいのがやってきましたよ。255系ですね。千葉方面の特急潮西号とか、それから特急新宿若潮号などで活躍している列車。今日は日曜日ということで新宿発着の特急列車が運転されておりましたから、多分新宿までお客さんを乗せた後、回送列車として自分の所属する幕張の基地の方へ戻っていくんでしょうね。そしてなんとここでも最高のタイミングですよ。255系とそれから地下鉄丸の内線2000系のコラボレーション。この区間を255系が走るのは基本的には週末だけとなっておりますので、そのタイミングでこういう風にまさかね来ると思いませんでした。ラッキーですね。荻窪行きの電車が通過をしていきましたけれども、基本的には大体こんな感じで神田川を渡っていきます。お、また反対方面も来ました。池袋行き。いやすごいね、めちゃくちゃ運がいいわ。このように先ほど通った区間は作られております。この真下を通っている神田川、昔は非常に汚いドブ川だったんですが、ここ最近は沿線住民の清掃作業によってだいぶ綺麗になってきた、そのような印象があります。この辺りはね、運がいいと中央線のオレンジ色の電車、中央総武線の黄色い電車、そして丸の内線の赤い電車、これらの3つの色の電車をまとめて写真に撮ることができる結構有名な撮影スポットです。お茶の水をまた再び池袋方面行きの電車で出発。次の停車駅は後楽園です。東京ドームの最寄り駅、東京ドームシティなどもすぐ近くにありますが、ちょうどですねまた前方から外の光が漏れてきました。ここでもう一度地上区間、ここが3回目の地上区間になりますが、ここはですね結構違います。先ほどの四ツ谷やお茶の水のあたりはですね、駅の周辺数百メートルとか、それから川をまたぐ十数メートルの間だけみたいな感じだったんですが、ここに関しては相当長くなっています。200メートル300メートルぐらいはあるんじゃないかな。そして大きな道路をまたいで後楽園駅に到着。東京ディズニーシーにエレクトリカルレールウェイでしたっけ、あの高架橋の上を走っていくなんか昔ながらの電車のアトラクションみたいなやつがあったと思いますが、それに似た雰囲気を感じます。そして後楽園の駅に到着。多くのお客さんが待っています。東京ドームシティで遊んできたのか、それとも東京ドームでなんか野球の試合を見てきたのか知りませんが、ともかくこっからが一番混んできましたかね。駅の構造はだいたいこんな感じ、2面2線の構造になっていて、奥がお茶の水、東京新宿方面です。池袋駅の電車がやってきました。こんな感じでこの区間に関してはそれなりに定地がずっと続いていくような区間。地下鉄は当然ですが、さっきも言いました通り勾配が苦手なので、局地的に定地が現れるところではそこはもう
地上の線路で渡してしまうというのが一般的なんですが、ここに関しては別にそういうわけではないんですよね。ここから先もしばらくずっと停滞が続いていきますから、ここに関しては勾配を作って、そしてずっと地下トンネルの中を通していってしまった方がいいんじゃないかと思いがちになるんですが、しかしここに関してはそういう構造にはなっていません。面白いことです。この画面の奥の方が池袋方面。さあ今度は荻窪方面行きの電車が発車をしていきます。さっき僕が来た方向の逆方面ですね、今来た方向に戻る電車なわけなんですが、この荻窪方面行きの電車が発車していくときもちょっと面白い光景を見ることができます。この電車一号地下鉄ということになってはいるんですが、しかし明らかにこの車窓が地下鉄じゃないわけですね。なんかシカゴの鉄道もだいたいこんな感じの風景だったと思うんですけど、なんかそれに近しいものを感じます。だいたいね、アメリカとかヨーロッパの都市鉄道って第三機場方式で建設されていることが多くて、まあ丸ノ内線や銀座線がそれをパロったのかどうかは分かりませんが、なんとなくそれに似た雰囲気を感じます。この画面の奥の方に行くにつれて土地の高さが高くなっていることが分かりますが、それに合わせて丸ノ内線もトンネルの中へ突入していきます。画面の左側に文京区役所があるんですが、ちょうどこの辺りだけ土地が極端に低くなっているので、ここに関してはもう勾配作るのめんどくさいからもう橋を使って渡してしまうという、そういう理屈です。この画面の奥にあるのが文京シビックセンター、まあ、文京区役所ですね。そこのすぐ脇をこういう風に丸の線は高架橋でもって渡してしまうわけです。さあまたやってきました。現れるかな。あ、はい来ました。こんな感じですよ。こういう風に当たり前のようにこの片側2車線ぐらいあるのかな、こういうちょっと大きめの道路を高架橋でもって渡っていきます。これが本当に地下鉄なのかと、まあ東京メトロ東西線とかいう路線のうちの4割ぐらいが地上になっている路線もあるぐらいですから、あんまり人のことは言えませんが、丸の内線もそう考えると結構地上区間っていうのは多いんですよね。全体の多分 10% ぐらいはこんな感じの地上区間になっているんじゃないかと思います。さあ列車は後楽園の駅を出発していきます。後楽園の駅にはこんな感じで電車を2本ほど置いておける留置線がありまして、車両の検査機能などはないんですが、しかし早朝深夜にはここで休んでいる丸の内線の電車を見ることができる場合があります。後楽園発着の電車が確かあったと思いますんで、まあ、多分そういった電車のためなんでしょうね。置き場もあり、その先で簡単なトンネルへと入っていきます。まあ、このトンネルもそんなに長いものではありません。次の停車駅明潟にもまた地上の区間にありますので、このトンネルもすぐに抜けていってしまいます。この辺りはちょっとね、局地的に逆に台地が生まれているようなところでございますので、そこは逆にこんな感じで坂を作って、その台地の上を地上で抜けていくよりかはトンネルを掘ってしまった方がいいだろうということでトンネルが掘られました。このトンネルを抜けると画面の左側はそろそろ現れてくるんじゃないかと思いますが、明潟谷の検車区があります。この東京メトロ丸ノ内線には大きく分けて2つの車両基地があるんですが、そのうちの1つが中野富士見町、中野坂上から本南町まで伸びている本南町支線の途中にある車両基地で、もう1つがこの先にあります明潟谷の基地です。この明潟谷の基地には基本的には丸ノ内線の電車だけが来ることになっているんですが、ごくごくたまに銀座線の電車も来ることになっています。銀座線の電車はじゃあどうやって丸ノ内線に入ってくるのかと言いますと、まあお互い第三機場方式ですからね、一応直通運転はできますので、赤坂見附の駅で丸ノ内線と銀座線の間に連絡線がありますから、そこを使って銀座線がこの丸ノ内線の方まで直通をしてくるということになっています。ちなみに銀座線の車両をこんな感じで明潟谷の基地へ持っていくことはできるんですが、逆に丸ノ内線の車両を例えば銀座線の上野の車両基地があるんですけど、そっちの方へ持っていくことはできません。これはなぜかと言いますと、丸ノ内線の方が1両あたりの長さが長いからです。丸ノ内線も銀座線も両方とも6両編成を組んでいる第三機場方式の地下鉄であるということは共通点として挙げられるんですが、しかし決定的な違いとして1両のあたりの長さが違います。銀座線は1両あたりの長さが16メートルなんですが、しかし丸ノ内線は18メートルあり、16メートルの車体の列車を18メートルの列車が走っている路線に突っ込むことはできるんですけど、逆はできないんですよね。銀座線の車両でしか通過できないカーブとかも銀座線内たくさんありますんで、そこに18メートル車体の丸ノ内線が入っていくと、トンネルの壁に車体を擦ったりする危険性があります。そのため銀座線の車両を丸ノ内線に入れることはできても、丸ノ内線の車両を銀座線に入れることはできないんですよね。さあ明潟谷の駅に到着。明潟谷駅はこんな感じで半地下の構造になっておりまして、駅の池袋よりは地下トンネルの中、反対の大手町東京よりはこのように地上区間に出ているという面白い駅です。こういう感じの半地下というか、まあ半分トンネルの中に顔突っ込んでるみたいな、そういう構造の駅は有名なのはどこかな、西宮ラジオとかそうですかね、 JR 福知山線にありますけれども、まあ、あとはそれから武蔵野線にもこんな感じの半分だけ地下に顔を突っ込んでるみたいな、そういう構造の駅があったんじゃないかなと思います。この駅に関してもこんな感じの2面2線の構造になっておりまして、そんなに存在はね派手ではありませんが、この辺りに関しても明潟谷という名前がついております通り谷地形になっておりますので、局地的に発生する
谷地形に合わせてこの区間地上に線路が敷かれているわけです。さて改めて三岡谷駅の東京寄りの線路を見ていきたいと思いますが、このホームから伸びている2本の線路が丸の内線の本線、そして池袋方面行きの線路のさらに右側に分岐していく線路が1本ありますが、これが三岡谷の車庫へ入っていくための線路です。一応池袋方面からでも入線することができるようにしっかり渡り線なども整備されています。さあそしてまたですね、三岡谷から改めて別の地下鉄に乗り込みまして、いよいよ終点の池袋までやってきました。新宿から池袋まで埼京線や湘南新宿ラインであれば1駅約5分ほどで到達できますが、ここをずっとですね、こう四ツ谷とか霞ヶ関、銀座、東京、お茶の水、後楽園などを通ってぐるっと東京都心を皇居を中心にして大回りしてきました。こんな感じでね、東京の地下鉄はなんでそんな遠回りするんだろうみたいな走り方をする路線がまあわりかしあるんですが、この丸の内線もその一つ。しかしその分こんな感じで地上に出る区間が非常に多い面白い路線となっております。ということで今回は地上に出まくる不思議な地下鉄、東京メトロ丸の内線についてのご紹介でした。この東京メトロ丸の内線は東京メトロ24時間券や地下鉄フリー切符、あとは東京フリー切符など様々な各種お得な乗車券で乗ることができますので、皆さんもぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。